ほう。動けるんか。お、蓄音機だ。なんだこれ。扉か。あれ。頼まれていたって続きは完了しましたよ。ありがとうございます、ブレイデンさん。寂しくならないよう、うさぎを飼い始めました。ミス・シャネルと言います。とっても大切な子なんですけど、もう私は老い先短いから。ほら、可愛らしいでしょ。わかりまし、わかりました、グッドウィンさん。動物は時として最高の友人になり得ます。うさぎのことは任せてください。その時が来たのなら。なんだ、なんだよ、今の音。くら。足音っぽい音だよね。あれ？まずはコーヒーだ。何？あなたの言う通りだわ。なんておかしな一日だったことやら。おい、息子じゃないか。見ればわかるわ、あなた。何なんだ？驚かせようと思ってね。母さんと二人で朝ごはんを用意してあげてね。これは本当に起きてることじゃない。深層意識で引き起こされてる幻覚。その通りだ。私たちはあなたの一部。じゃあなんてこんな形で？これはお前のやるべきことじゃない。自分でも気づいてるんじゃないか？気づいてるのに誰も口にしない自己嫌悪を迎え入れるように。少し荒っぽい手段なのはわかっている。でも必要なんだ、お前のことを思って。やめろ、やめるんだ。くそ、頭がおかしくなってる。今日は休みのはずだったのに。少しリラックスしよう。コーヒーね。新聞の購読を始めたんだ。ちょうどいいと。いいじゃん、コーヒー飲みながら新聞。ぽいね、ぽい。あれ。あ、そういうこと？こういうこと？ああ、有意義な朝。ここは冷えるな。温かいコーヒー。食べ物の税金が上がるのかと。新しい高速道路の工事が始まったのかと。ナンシー・ P ・グッドウィン。あ、グッドウィンさんが亡くなった。嘘だろ、嘘だろ。もう無理だ。社会が俺に重くのしかかる。心をねじ曲げてしまった。決めた。仕事を辞めよう。でもその前に彼女の墓を訪れよう。墓場パート1ね。ここは鍵が必要。ベンチがある。ここ鍵開いてるくね？やっぱ開いてた。グッドウィンさんの墓参りに来たんだ。え？こんばんは。いい穴ですね。ありがとう。反対側に行きたいんですが。通り抜けダメ。なるほど。通してもらえないことがあるのかな。お！管理人のキャビン。墓場の鍵来たー。ん？ここの扉使いそうだな。
さっきの手前にあった墓場の入り口開けるんだよね、きっと。鍵がかかってたところ。これね。もう開けたけど、鍵が曲がっちゃってもう使えない。そんなんでええんか。いけるくね？お、5本。すみません、驚かす気はなかったんですと。バールくれますかと。これでどっかこじ開けれるってこと？つまりバール、何？ここじゃないのか。え、どこだろう。バールを使って開けるような場所まだ出くわしてなくね？出くわしたっけ？閉まった扉だ。小屋の、小屋中だ、小屋中。多分。この右側にある、墓場パート4にあった、違う、こっちか。合ってるか。墓場パート4にあった、この小屋の中の右側だよね、おそらく。ここです。オッケー。あれ？え、どういうこと？ここを開けたらどうなるんじゃ？見てください。侵入者から奪ったバールです。おお、見せるだけで勝手にいなくなった。もう少し足が長ければ、どういうこと？何を言ってる？ん？板か。板を使うんだね。もっと足が長ければだから。オッケー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 。あ、ここはいけないんだ。俺はそこにいた。雨の中立ち尽くしていた。その瞬間、何かの存在を感じた。まるで彼女がそこにいたかのような気配だった。説明が難しい。私のせいじゃないって言ってくれましたが、でもやっぱりごめんなさい。よく知っていたわけじゃありませんが、あなたは立派な人でした。あなたが亡くなったと聞いて目が覚めました。仕事を辞めます。どこにいるのかわかりませんが、無事を願います。きっと元気ですよね。忘れるところでした。大したものじゃないけど、お土産。死後の世界を照らしてくれることでしょう。安らかにお眠りください、グッドウィンさんと。本来の心を取り戻せたのかな。勇気を振り絞った。これで終わりにしよう。こんな生き方じゃダメだ。そうして私は上司に会いに行くことにした。仕事を辞めることを告げるために。オフィスロビー。
元気かジェニーと。どこにいるか知らないわ。尋問するのやめて。なんちゅう会社なんだ。どういうこと？怖すぎるでしょ。お、ブルトンさん。ブルトンズオフィスやん。上司一人一人にもしかしてそれぞれお声が聞かないといけないの？お、名札を取り付けていると。プライスの名札が。彼らと同じように昇進したってこと？でも3人ともいないね。ってことは、エレベーター乗る前のところってことか。ちょっと戻りますか、じゃあ。ワンフロア降りて。金庫が開いてね。ソルトシェーカー。はい、なんでなんでコーヒーを使うんだ。オフィストイレ。あれ、まだ戻れるっけ。そろそろでも話来たんじゃね。どうよ、進展ある？コーヒーが変わった、少し、しかし変わった味するんだけど。と。お、これでここを勝手に触れるってこと？コードを青いプラグに戻そうと。コードを戻して、これ一個下に降りるんかな。一個下っていうか扉の前に戻るんかな。青いプラグに戻すことで何か変化がありうる。おお、こっちは行けれないんだ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。ほな上行くか。もしもし、テイラーさんからお電話です。おつなぎしますか？と。こんにちは、ブルトン。テイラーです。市が高速道路を建設するのは分かりました。それを受け入れることにしました。ですが、私のキャビンがどこかに移されるべきだと考えています。あなたが必要としているのは土地で、私の家ではないですから。今ならまだ日程を。やめろ。もう手遅れだし、金がかかりすぎると。はあ、こんなに野蛮な人だったとは。彼らの上司の過去っていうのかな。今はテイラーさんに彼を使う、プライスを使わせた時のやり取りってことだよね。は？それぞれ見えるわけか。三者三様の反応が。あれ、鳴ってないな。一回かこれ、サッシに戻んないといけない、もしかして。戻っとる人は。え？あ、二つ目が開いてる。俺のコーヒーマグ。水入れてこいってことか。これ給水器で水入れてコーヒー作るってこと？つまり。あれ、そういうことじゃないのかな。
マグ、どっかで使うところあるっけ？さすがにトイレじゃないよね。でも彼女のとこでもないと。待って、固まったんだけど。待って、固まった。オッケー。上に行きます。あ、違う、こっちじゃない。あ、でもこんな感じのパターンを3回やるんだろうね。セーブしよう。え、これだけ？2階に上がってみますか。ブルストンさんのオフィスは多分もう何もないだろうから、マックデイツ氏のオフィスじゃね。いや、特になんないな。マグを使って何ができる？